はい、どうもこんにちは、たくみ TV です。今日は残り17日ということで、まあ、僕はね 3000m 障害の方に出るので、まあ、いつものように練習とかを出していけたらと思うんですけど、あ、すいません、ちょっとまだ自己紹介まででしたね。たくみ TV のたくみです。え、違います、違います、どうも、よしよしよし、あれこれ何、あの、こんにちは、たくみ TV です。じゃあちょっと初コラボなんで僕ちょっと出たかったんで、ちょっと挨拶一緒にやりたいです。はい、どうも、どうも、たくみ TV です。あ、すみません、そういう仕込みのやつです、はい、楽しかったですね。練習の方振り返りますか。俺誰って思ってしますよね。たくみ TV のたくみなんですよ、まだ僕は。じゃあ紹介させていただきますね。ツーラップスで活動している、靴安成選手です。どうも、はい、アミアスリートクラブシャークスの靴安成です。今回合宿に来ているのでコラボさせていただいたということで、その合宿の内容とは後々説明していこうと思います。まあ今ね、一番大事なところで切れるんですか。切れる、切れます。もしかしたら下着 TV の編集力でいきます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、靴選手でした、でした、せーの、次。はい、ということで練習日誌、あ、練習日誌を紹介してる、はい、練習を、日頃やってるの。練習を日頃やってます。練習を日頃やってます。実は練習を日頃やってて、その一部あのご紹介できたということで、はい、練習日誌という企画なんですが、はい、なんと昨日はオフということで。俺オフじゃなかったけどね、まあ、20キロから24キロ走る練習だったんですけど、昨日は24キロ目指してスタートして疲れてたんですね。21キロでなんと疲れちゃいました。追い込みすぎちゃった。俺のチャンネルみたいになってる。せーの、次。あ、忘れちゃった、忘れた。この方ね、浸透してると思ってる。せーのって言ったらみんなやってくれると思ってるけど、知らない、誰も知らないこれ。せーの、次。タグミトピック知ってますか、このコーナー。知らん。第一印象覚えてますか、僕の。俺覚えてるんですよ。皆さん聞いてほしいのがあって、これ僕が実業団3年目かな、村島くんが大学1年生の時ですね、高校でインターハイで優勝してる1500のランナーってことで、僕はもちろん知ってたんですよ。で、まあ、その前の年の日本選手権で僕が、まあ、東京大会だったんですけど2番になりまして、まあ、ちょっと僕もね、その次の年のグランプリで、まあ、インターハイチャンピオンにちょっとどう元気って言って、お疲れ様って言って、レース後に、まあ、兵庫リレーカーニバルだったんです、話しかけたんですよね。で、まあ、しばらくこう一緒にダウンをしながら和気あいと話して、別れ際ですよ、彼、すみません、どなたですかって言われたんですね。やっぱ皆さん調子にだけは乗らないにしましょうね。全然覚えてないです。その頃から大物だった。今も変わらない。クスさんの第一印象は、あれこいつ もしかして俺仲良くない。最初からあのフレンドリーすぎて優しくしてくれてたから、あの最初覚えてないのに。でもなんか嫌われてる俺。でも1番目のゲストなんで、それはもう信頼を置いてます。そうです、めちゃくちゃご飯連れてくれます。カレー屋さんとか、カレー屋さんってのも練習の帰りへって言ってるだけで。はい、まあまあ仲良くないっていうことかもしれないですね。まあなんで出たかっていうと、オファーが楽だから。でも前から出たかったって言ったじゃないですか。 800m でんぐり返し、誰の企画なんすか、ね、これ1番目のやつ明日やるって。違う、やんないし、やんなきゃいけなくなるじゃないですか。すみません、企画ばらしちゃいました。じゃあちょっと、まあ第一印象なかったので、俺の好きなとこ3つ言ってもらいたいですね。このどんどんカップルチャンネルみたいになっていってじゃんけんで先行。1個ずつ俺も言うんだ。最初はグーじゃんけん、俺の勝ち。いや、独特なこのじゃんけんを突っ込まなきゃダメ。地方によるものもね。村島の好きなところね、何事も一生懸命なところは結構好きかもしれないですね。なんか僕が適当な無茶ぶりをするんですよ。彼のキャラに頼って喋りかけるんですけど、ちゃんと答えようとするっていうところは後輩として買ってるところかな。で、僕のターンですね。いるだけで場が回ります。周りが楽できる。楽してんのかよ。俺が困ってんのに。すごいパス回しを、そのパスが乱暴の時もまたあるんですけど、パスが回ってとりあえず場は活性化する。いるいない雰囲気が全然違うところに存在感というか圧倒されますよね。僕の自分の強み、自負してる強みなんですけど、僕足すくんでも前に出せるんですよ。どんな時でも足はすくんでるんです。もう別に結果残すとかが目的じゃないんです、うん、
でもまあ本当に基本的にやっぱりいい後輩というか先輩のことを立てながら立ち回るのは上手だかなと思うので、まあ、まあ人たらしっていうことで、エクスさんの好きなところまとめて2つ、見えてますよね、人がどう立ち回ってるか見てるっていう、あとストイックですね、自分のやるべきことはなんか淡々とこなす、くっさんの将来こうしたいみたいなそのビジョンをちゃんと見てそこに向かってなんか突き進んでるっていうのは、一後輩としておおと思い感心してます。ありがとうございます。感心して猫なっけ、ジョイフルだっけ、かすりもしてないです。くーちゃんとトットです。あ、2匹いるんだ。そうです。あ、そうなんだ。全然見てないじゃないですか。100ミリ TV せーの、次。はい、ということでタロット占い、うっときました。今日はゲストがいらっしゃってるということで、俺の明日を占ってくれるの。明日を占います。村島選手に僕の明日を占って、はい、占ってもらうの。自分の未来を自分で切り開くよ。ツンツン、ででーん、知らないカード、ザ・ウィール・オブ・フォーチューンの逆位置ということで、なぜ、さあ何でしょうか、これは。なんだそれ。クスさんってやっぱ思い切りがいいとこですけど、僕はいいなって思います。明日は、明日だけは思い切ったその判断が裏目に出ちゃう。さっき足がすくんでても出せるっていう、あれは判断に用いちゃいけません。明日は足すくんだら止まれる。明日は足すくんだら止まってください。なるほどね、なるほどですね、やってくれたな。肝に銘じさせていただきます。ということで、明日も素敵な一日を過ごしてください。肩幅ナイスセイ。